カズ一番塗りエールありがとう。最強説もエールありがとう。お疲れ、お疲れ二人とも。カズポーク返し499ありがとう。やっほー、シェアもありがとう。お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。今日のめいちゃんかわいいよ、ありがとう。ありがとう。なんか今日泣いてるみたいに見える。カズ無料ギフトありがとう。いっぱいありがとう。帰りも帰り、やっほー。鉄も帰り、やっほー。そう、マリカーやろうかなと思って、21時から。高入り僕返し499ありがとう。鉄も僕返しありがとう。さっき説無料ギフトナイス。あ、対戦は直前すぎてちょっと できない気がする。鉄エールありがとう。あれ、通知行ってない、もしかして今日。ソルお帰り、エールありがとう。わかった。だってソルさ、プロフィール欄にアメメヨシって書いてある。プロフィール変わってる。嬉しい。ソル着ぐるみこんばんは、エールありがとう。タカくんお帰り。あ、今来た、なるほどね。傘もエールありがとう。だからこんなにみんな続々と。クマもお帰り。雪村エールありがとう。え、テロップが何？こんな感じだっけ？あ、ごっちゃんお帰り。ふみふみもエールありがとう。クマポカ返し499ありがとう。クマアメメイの名前言えてないんだけど、エールありがとう。プロフィールなんか見る、え、なんかポークするときに見える。めいちゃんの橋、いやだってさ、カズの方がうまいじゃん。アメメイ全然最近できてないけんさ、めっちゃ落ちてるかも。ダーク来た、ありがとう。おかえり。コーヒレン、アリちゃん、ピーシャ、香港エール、ありがとう。高入り無料人ナイス。ありがとう。竹猫エール、ありがとう。おかえりなさい。鉄無料ギフトありがとう。あ、なるほどね。ポークが来てちょっと焦ってしまったんか。気まぐれの人が AKB と…えぇ、ー、マジ？え、マジ？めっちゃ見たいんだけど。じゃあ気まぐれさん流す。ごっちゃんやっほー。この間夜中にマリカーしたら対戦4人しかいなかった。あるある、それめっちゃあるあるかも。超夜とかやるとそうなるよね。ふみふみ盛り上げてありがとう。みーちゃんの方が…え、だってさ、今多分6000何本で止まってる。6700とかそんぐらいかな。ふんふん盛り上げてないです。配信入った瞬間ポーク来た気がする。早すぎるかな、早すぎる。ちょっともうちょっと待った方がいい。はるまおかえり、エールありがとう。ふみふみ盛り上げてないです。ドラジェエール、ティーヤナギもエールありがとう。あの人気まぐれなんだって待って、わからんまんまみんな見てる感じなのかな。この男の人誰なんだろう。次のアミマリカー大会、いつにしよう。逆にみんなさ、今開催して参加できるの。ソロ着ぐるみ無料ギットナイス。参加できる人がめっちゃ少なそうなんだけど。あ、7600か、間違えた6と7が逆だった。7600か。せっかちなアベメっぽくていいと思う。マジ嬉しい。それならよかった、アベメの個性ということで。ふみふみいっぱい無料ギットありがとう。あ、そっか、昨日配信できんかったっけ。そうだ、半ズボンのおじさんがミヨンとかマホピョンとあ、みんなこの半ズボンのおじさん誰なんだろうって思いながら見てるのか。え、いつでも参加できる。嘘、そうする。じゃあ対戦する、できる人だけで。どうしよう、ギャングに送ればいいか。
最近負けまくって3500を切ってしまう。そんなにマイナスになることある？続けて。なんか あまりにもさ、マイナスが続きすぎるとさ、多分簡単なレースに入れられる気がする。昨日アベメ配信なかったけん暇やから、ウェザーニュースライブ見たら大島リンネって子が AKB のズッキーとか。誰だ？子役とか？子役子役ではないか。他のアイドルの子とか。カズ、さっき説明やり方高槍の酔っ払い運転、通常運転だから。東京都出身、大山学院大学卒業の23歳。ビエマって誰？一般人ってこと？それはアハモンド、帰り、やっほー。ティーナギ盛り上げてないっす。おー、仰天の妹。え、嘘、テロップここにない？ここにないですか？テロップ、テロップない。リノンちゃん、乃木、オタオタクの中で有名みたいなこと。光、おかえり、エール、ありがとう。ジュンさんもおかえり、エール、ありがとう。高より、エール、ジュンさん、無料ゲット、ありがとう。ハモンド、エール、シャーナイス。スイッチのリモコン、こうやって変な方向に暴走するようになってしまう。って言っとったね。ってことは参加できん、もしかして。だって、誰が参加できるの、今。高より、無料ゲット、ありがとう。いっぱいありがとう。昨日、さきちゃんが昼から夜までやってたけど、結構みんな投げたのに、ダメもお願い。マジ？ガチ。マジのガチのガチ。鉄エール、ありがとう。嘘、今19位なのに。しかもリンクもおかえり。あれ、配信薄れたのにさ、順位高くない？さっき説明できてないです。あ、参加する、よかった。高槍とクマとカズが参加できてた。リンクメール、ありがとう。24時間出てなかったってやばくない？それ確率下げられてんのかな。だって昨日日曜日でしょ。めっちゃ出そうなんだけど。リンクム、エールシェア、ありがとう。ポーク返し、優しくポーク、ありがとう。アザマック、参加いなさい。おかえりマック勝手におかえりマックとか言ってしまった。おかえりマック。雪村、着ぐるみ、やむちゃっぷ、ありがとう。じゃあカズとクマと高槍、今3人。この前、元チームメイトのリッセン・アイリチンがラップ対決。知っとる知っとるそれ、アブメイも見たんだよ。なんかびっくりしてさ、なんか AKA とかついてたから、どっちだっけ、アイリ、あ、リッセン・アイリ、 AKA アイリだっけ。なんかめっちゃラッパーみたいな名前になってると思ったら、ラップやっててびっくりした。クマ、エール、ありがとう。さきさんの配信、高槍も言ってるの？一日中やってたってこと？そうではない。着ぐるみ無料ギフト、ナイス。コーヒレン、エール、ありがとう。あ、ただいマックスだただいマックス。ゼクさん、アズマックさん、エール、ありがとう。20時間出てないって。日曜日あれじゃない？日曜日確率上げたんじゃない？17が迎えたか。おかえり、エール、ありがとう。アベメはラップは苦手だと思う。滑舌がそんなに良くないんだ。ズマックさん、サファイア、ありがとう。ハモンド、もっと見たい、もっと見たいニコも、ありがとう。アズマックさん、シェア、ありがとう。タケネコ、エール、カズ、クマ、ナイパチ、タカエリ、もう一丁ナイチャレ。おー、いいね。タカエリ、ニコもナイス。そう簡単には出ないらしいです、このあたりが。リセン、ラップ担当で、ピムスっていうとこがあるの。あ、アイドルグループってこと。カズナイパチ、リンクもナイパチ、カサエール、ありがとう。カマナイパチ、ラップならオルガン坂でミュウちゃんが対決して優勝すげえあ、なんか言ってたやつ、ナナセと対決したみたいな。ティアナゲール、ありがとう。ヤワラシ、 HM、 エール、リョウギフト、ナイス。アベメの声全然通らんよ。なんかハスキーだし、しかも多分ちょっとかすれてる。初めてもう一度出た。嘘、高槍出たことなかったっけ。ドラジェ、ありがとう。かわいいでしょいや今日はでもそんなに漏れてない、漏れてないけんさ、かわいいとか言わんで
可愛いとか言わんで。かっちゃんお帰り。アイドルグループなんだ。ハモンの無料ギフトありがとう。インフムってあれでしょ、なんかあの語尾をさ母音揃えればいいんでしょ。あ、違う、なんか単語、語尾の単語すぐ拾っちゃって。アベメイが悲鳴あげたら10キロ先にいても聞き分けんし。だってそもそもさ、いやこれ結構深刻な悩みなんだけど、悲鳴あげれんなんだよね。もうなんかキャーとか高い声がね出らんけんね。危ない時ちょっとどうしようと思って。いつでも好きよ、ありがとういつも可愛い。あーごめん、なんかすごい自虐するといつもハートカーテン使わせてしまう。作曲説エールカズエールありがとう。よらし無料ギフトナイスごっちゃんありがとう。漏れてなくてこれいやそんなことない。じゃあそんなに振り幅ないか。いつもこんな感じかな。布団が吹っ飛んだみたいな感じでやればいいんかしら。あ、そう多分そうだと思う。 いや布団が吹っ飛んだ。ちょ、歌詞のセンス上げていかんときんかもしれない。ハモンでエールありがとう。あ、めめたまに配信で俺がキモいこと言ったら悲鳴あげてるで。え、マジそんなにドン引きみたいなリアクション取るっけ。アメメイが拍手したら10件、あ、そっか、そうだ、アメメイ特技があった、拍手の音がでかいっていう。怖かったら、身の危険感じたらこれやろう。姉ちゃんも相手にさっきタメ口で喋って慌ててですってつけてたよとか、円周率で優勝したらどうしたんですかって言われたよそれラップって言うんかな。まあそういうのもラップか。え、待って、アベメもうちょっとうまくできる気がする。いやでもパッと思いつかんか、インフムなんて。円周率と何かインフムるかな。え、めっちゃむずいな。よろしい、嬉しい、ありがとう。てつえらありがとう。ラップと親父が、あ、でもそれ聞いたことある。なんかすぐ頭に親父ギャグとか浮かんでくる人はなんかあのラップ向いてるらしいよいや本当かどうかわからん。リンクムの一発、ジャガリで高より五条ルー、リンクムヒーエールありがとう。カズの一発、一般でもできるようにしてて。何がだ、バイオリンを買いでいるありがとう。オタクには必要要素。あ、親父ギャグ、ちょっと待って、コメントが遅れすぎてるかも。危ない、着ぐるみアレキさんエールありがとう。あ、マリカイジ楽しみ。ちょっと、いやでもそんなみんなが期待するようなプレイができるかどうかわからん。超絶下手くそになってる。ニクロさんこんばんは。カズ嬉しい、バイオリンを買いに。ヨアラシもっと見たい、ナイスチャレンジありがとう。二人とヤムチャップクマエール、ウニコロさんシェアありがとう。リンクムナイパチ、マオユキムラエールありがとう。カズナイパチ、リンクム無料ギフトナイス、コーヒーライルありがとう。マオもお帰り、ツーチお帰り。チララップ対決って相手を即興でディスるみたいな。そう、なんかラップ自体はね、アブメン好きなんだけど、そこがねちょっと苦手かも。なんかディス、ラップバトルでなんかディスる感じのがあんま好きじゃないか。トミーお帰り、ヤッホー。アズマックさんありがとう。俺向いてる向いてるかもしれん。高より来年あたりにデビューしてるかもね。あ、マリカでもね、ギャングに入ってないとコードがね教えれないんだよね。さっき説ふみふみ無理やりとないっす。クラップの大きさはオタク必須。あ、そういうことか。アベメイはよく卒業式とか学校の式典で結構長めに拍手やってたで、じゃあ最後のひとたたきになろうみたいな暇つぶししてた。あー最後になれんかったみたいな。おしとやかで控えめな見た目のアベメイ。え、アベメイおしとやか、控えめい。あ、インフンでんのかこれちょっと待って、ごめん、なんかちょっとクマの胃を潰してしまった。カサエールありがとう。ゴジュル無料してないです流していく、ゴジュルありがとう。
今日は特に可愛い。なんでだろう。髪型が適当だからかな。いつもよりなんかノーセット、今日なんかすごいノーセットでボサボサなんですけど。トミこんばんは。マオ無料人ありがとう。キャブメイはね一日中休んでた。体調が朝から鬼悪すぎてめまいやばいし、でも寝たら治ったと見える。竹猫いるありがとう。顔面ラップバッ、いやだー、それ本当にやりたくない類のやつ。傘無料ギフトありがとう。高いりないパチ、全然陽キャじゃないよ。一人陽キャしてた。友達にも言ったことない。もうすぐカツアゲの季節ですよ。おボーナスってことを、かっちゃんのエールありがとう。イエーイボーナスだ、かっちゃんのボーナスだ、イエーイ。そこをなんとか、いやーどうしようかな。一応得点のつもりだからな。ドラちゃんエールありがとう。クマの渾身のラップ潰しちゃった。さっき説エールありがとう。カズゼクさんエールありがとう。じゃあ全然使えるとかじゃない。最近全然お酒飲んでないんだけど、おでこ、あれなんか飲みたい欲が本当にないんだけど、どうしよう。一生このままだったら最悪だな。いつも可愛い、相変わらず可愛さやばい。ありがとう。そんな照れるな、照れちゃうな。こっちゃんエールありがとう。オラが分かりづらいことを言ってしまっただけなんです。アベメイは天然のところもいいところです。違うよ、天然、アベメイ天然じゃないよ。ちょっとなんか普通にコメントみたいな感じで。でも気づいただけいいんじゃない。まだ数売り上げたりと、毎日可愛い、イエーイ、更新し続けて照れちゃって可愛いよ。高いリコーチョル入れてくと、まあね、かっちゃんはねもうあの赤乗っ取られてないってことはね早く自覚しないといけない。自覚しないといけないから。高いリコ、白いリコ。俺も合宿前から全然飲んでない。あ、そうなの。やべめ、もっと前から飲んでないか。いや、ちょくちょく。でも飲んでもいっかんとかな。リンクの着ぐるみエールありがとう。あべめ反応見てるだけでおもろそして、いやだークマエールありがとう。クマさんが珍しくいじけてます。血液型がビール型のメイちゃんがお酒。もはやあべめ血液型ビール型になっちゃったんだけど、みんなアベメイの血液型わかる？ちなみにツッチー無料ギフト、ヤムチャップ、テツエル、コーヒーレウ、キブライル、ありがとう。ツッチー無料ギフトナイス。昨日飲みました、ごめんなさい。いいな、レモンサワーもしかして。高いりはもう飲んでるのは知ってる。飲酒運転だもんね。まばたきするたびに綺麗。じゃあそれさ、死に際とか超絶綺麗じゃない？綺麗すぎて光ってるかも。ふみふみエールありがとう。意思の疎通できないときは割とへこむくなる。ごめん、ちょっと努力するわこれから。じゃあふみふみエール、ソル、アズバックさんエールありがとう。ヒーが AB、 カズ A、 ゴジが AB。 そんなに AB なの？在京説 B 型。クロスエールありがとう。おかえり、クロスエールシャ、ありがとう。 A ですよ。 AB じゃなくて B でもなくて、おお、一人もいなかったんだけど、なんでだ。クロス無料です、ありがとう。運転手が1日の2人も出勤後の飲酒確認で検査。どういうこと、どういうこと。タクシー運転しながら飲酒してるってこと。クマスイスイ、カラスこんばんは。 A ではないと言われたい。なんで A だったらダメなの。 A なんですけど。カサ A ラリクト、今日もマッサージの20歳の女の子とお酒の話で盛り上がってた。何、マッサージの20歳の女の子って、会社のってこと。会社で20歳若くね、就職するには。阿部だけに AB、 そういうこと。ダジャレみたいな感じだった今。トミユーゴエールありがとう。
ああ、高より O っぽいかも。確かに。O か AB。合宿したら小食になった。お酒も飲む気しない。今のところ。あ、でもめっちゃわかる。チャブ名は境遇は全然違うけど、コロナだけど、わかる。小食になったし、お酒も全然飲みたいと思うわ。え、O だと思う？チャブ名変わってるから。でも確かに。でも AB 型の人ってもっとつかみどころない気がする。あとなんかちょっと外れてる気がする。クマさん。え、めっちゃ久しぶり。ポーク失礼します。エールありがとう、クマさん。タケネコエールありがとう。クマさん、シャーありがとう。イェーイ。おかえりなさい。カニ型だな。いや、カニ型でやりたいよ。待って、AB 型だったらさ、エビじゃん。これでカニ座だったら完璧だったね。エビ型じゃないんです。クマさん、お久しぶりに。かっちゃん、ありがとう。わあ、しかもフレームがめっちゃ可愛い。アメジストありがとう。ワンワン、おかえり。エールシありがとう。出勤したらすぐ因子確認するんです。そういうこと？二日酔いってこと？傘無料ゲットナイス。私は天才肌の、おお、すごい。待って、前置きが天才肌の AB 型ね。うん、AB 型の人でも確かになんか天才肌って感じするかも。ヤミさん、おかえり。ヤッホー、お疲れ。マリッカ、21時からです。今のところ参加できる人、アーミー限定だから、3人。マッサージ店の新人らしく、俺が実験台として、新人らしく、俺が実験台として指名してね。え、どういうこと、どういうこと。まだ、あれってこと？お金もらってる、練習期間ってこと、その子が。カズ、エール。ドラちゃん、エール、ありがとう。土、おー。王の人は、よく見かける気がする。うちのお母さんも、お父さんが、いい。でも血液型ってさ、双子変わりやすいっていうか、もう一回調べんといけんかも。ユーゴ無料ギフトありがとう。ヨシカズさん、こんばんは。相変わらずラーメン綺麗でした。ありがとうございます。 いやー、あいつさんには負けるな。ヨシカズさん、シェアエールありがとう。あくまで血液型の話だから気にしなく ええ、気にしてないんだけど、どういうこと？ A って何？残念なの？やだ。そう、あやつさんね、めっちゃ似合ってるよね、洋服毎回。ヤミさんまでおげと、高いレールありがとう。草原を歩いておるお嬢様的な。あやつさんが、高いレールありがとう。あ、ご飯いってらっしゃい。もっぱんもっぱん。モンハンやってきます。いってらっしゃい。帰ってきてね、じゃあ21時まで。カタクエスタリンクメールありがとう。クマさんは飲みすぎ注意です、だって。人の心配する前にって言われちゃってるよ、クマ。連覇か、それとも、いや、もうやばい気がする。多分負けると思う。全然練習してなくて。鉄着ぐるみエールありがとう。もう1リットルだよ、やばい。1リットル、1リットルとか飲んだらめっちゃ酔っ払いそう。クマ、コーヒーレン、池村、ふみふみエールありがとう。あー、二日酔いの人が二人も、上の保護者一日に二枚か。え、トミがまとめて書くってこと？統括してるとか。A と O は相性いいね。あ、言うよね、よく。そういうのって本当にあるんかな？ちょっと、統計取ってみようかな、じゃあ。アメメイが仲いいと思う友達はみんな O 型なのかっていう。はいや。もう、一 分もやってないでしょ。ソル、アザマックさん、A だよ。あー、確かに。クマさんは知的な部類のクマさん。ヤムチャップ傘選びかと。今日も見ときます。ちょっとアドバイスしてほしい。じゃあ A の女子は俺みたいな B に振り回される。あ、でもめっちゃわかるかも。なんか B の子に振り回された経験確かに多いかもしれん。なんかすごいあれだよね、我が道を行くタイプだよね。アベベ意外と気にしいタイプだからさ、なんかどうしたらいいか分からんかった。クロスエールありがとう。俺も1リットル。
もうこの枠リットル単位でお酒飲む人多すぎなんだけど、 500ml2 本って聞くと飲めそうじゃない？ロング缶ってこと？ああ確かに。あでも飲んだことないな、ロングを2本みたいな。なんか無理言ってた。高いよりは相性とか合ってると思う。マジやべめえわ。でもなんかえこの人めっちゃなんか知りたいなってなる人はみんな AB 型の気がする。アブメイ的にはわからん、全員で血液型聞いてるわけじゃないけど、転校した人が、あそうなの、運が悪かったってこと。それはどうもいいや。トミ竹猫 A 型ってこと。血液型診断信じますか？でも A 型ってさ几帳面とか言われるじゃん。それはあんまり当たってないかも。あーいやわからん、50-50かな。本校無料ギフトありがとう。 B 型の女子にはいつも上から面白すぎなんだけど、どういうこと？上から来られえ、なんかこの女の子めっちゃ上から来るなってなって血液型切ったら B 型ってこと。ノリピー L 本校無料ギフトありがとう。お酒抜けてると思っても抜けてないことあるから皆さん運転する前は。了解しました、注意します。再挙説 L ありがとう。サキちゃんにエベとブルベ教えてもらったんだけど、すごいサキさんそんな講座もやってんのね配信で。アルメイはね一応イエベなんだけど、イエベのスプリングに入るかな。カズカッちゃんへのありがとう。でもブルベってよく聞かれる。全然イエベでーす。エリジエルありがとう。 AB じゃなくてすまんだっけ。カッちゃんは 何型なんだっけ。おういや A は階段1段1段登るけど B は3段と。あーあー分かるわ。いやえめっちゃ分かるかも。階段一段一段登るね、確かに。ちょっと気になるかも。3段とかの人、綺麗に3段とか登ってる人はいいんだけど、なんか最後2段とかになっちゃうじゃんそれだったら最初から1段がいいかも。几帳面なんかな。私はイエベハルですってかっちゃん自分のパーソナルカラー知ってんだ、すごい。いやいいや、A は A 型の枠にはまらん発展校女子。いや意外とハマってんのかも、なんかこう見えて型にはまってる多分本当に。でも A 型っぽいちゃっぽいかも。ドラジェヤミさん高いレイありがとう。かぶった、何えスプリングだってことパクったな。阿部家は全員 A 型。阿部家はお父さんが A、 マミーがを弟が不明、片割れがもちろんもちろん A。 確かに着てるものがえすごいんだけどすごい勉強してる。確かにイエベハルかも。これどう似合う、この色、この色似合うかな。1時間おきに家の清掃とかするんじゃない。そこまではないけど、あでもうちのお母さん、あでも大型か。あお父さんの方が綺麗好きかも。あお父さんめっちゃ細かいかも、 A 型で。やっぱそういうのあるのかな。土鉄じゃがりで熊着ぐるみ A ありがとう。不明って子最近めっちゃいるんだよ多分。なんかあんま血液型検査が前よりもなんていうの強制じゃない。めいちゃんは型にはハマるんだけど逆らおうとするタイプ。確かに逆らおうとするかな。でも型にはハマってる時あるけど、いろんな自由な意見とか結構オープンマインドだよ。池村リンクのふみふみコーヒーでありがとう。リベラルです。似合ってるよありがとう。もっとなんかスプリングっぽい服着たいな。何着ても似合うに決まって甘やかされちゃって。弟さんは O か A の、そうだね。いやーでも A な気がするな。ちょっと几帳面かも。お父さんに似てる結構ついにかっちゃん霊に取りつかれてるよ。やめなよ本当に。ちょっと最近怖いの見たけど、やだねー、やめてよ。妖艶な感じしてき、マジこの服流していく。うちの家族と全く同じってこと。アズマックさん、クロス、カサ、ソル、エイラ、リカト、トミもエイラ、リカト。街暴走するときも綺麗にせ
1ミリでもずれたら怒っとったかもしれんね。おいそこずれてんぞ。パワメイは俺は家で焼きとか言ったりしない。そんなこと言い出したらビビるんだけど、爆笑するかも。待って、それ誰に教えてもらったの。1ドル135円台突入の円安についてどう思う。いや、ウェイでもそんなになんか影響受けてるって実感したことないの。なんか、あーでもどうだろう、海外通販とかちょっと高くなることがある。どけん選びかと。スプリングといえば水着やろ。なんでなんで、スプリングといえば水着だもん。どけんせんありがとう。竹猫エールありがとう。カズフレール、いつもありがとう。どけんこんばんは。ラーメン大型やのにラーメンライスは許してくれない。よく覚えてるね、その話。ちょっとあの話でもマメもね、めっちゃ頭に残るんだよね。ラーメンライスね、ラーメン全然いいと思う。うん、なんかどんな食べ方も何も思わないタイプなんだけど、ラーメンライスは許せんらしい。カズ無料人ありがとう。マンゴー3回なさい。エールありがとう。最強説フレール、いつもありがとう。サマーやった。え、タクユリ何で診断したの。ヤムチャップエールありがとう。ヤムエはね、実際にね、なんかドレープ診断やってもらったので、スプリングだった。姉とメイはどっちが貴重面ですか。いや同じぐらいな気がする。いや本当に同じぐらいかも。あんま思ったことないけん、なんか向こうの方が几帳面だなとか。ごっちゃんいらりかと。下尾も大型。え、分からん。下尾って何型なんだろう。え、分からんかも。そういえば聞いたことないな。調べてみて。みんなまさやあやみさんいらりか。さらに階段に例えると B は3歩進んで2歩下がってするから、1段1段の A はイライラする。ところが B は次の瞬間5段飛んだりする。まあ確かに見たって気持ちいいもんではないかな。なんか気にせんけど、あ、なんていうの、自分はせんけど、うわーすごいなーって思うかも。違う、スプリングじゃなくて、あーそういうことか。水着がね。高いリフレールありがとう。いつもありがとう。ドラジェエール、香港エールありがとう。テツってミューディーだったの初めて知った。テツフレールありがとう。いつもありがとう。双子なんです。几帳面さは同じぐらいかな。埃が少しでも溜まったら。え、でもなんか綺麗好きとさ几帳面ちょっと違うじゃん。あ、まあでも綺麗好きでもあるか。アブメイは水回り限定綺麗好きかな。ホコリとかはね、全然あんま汚いって思わんかも。ハモンドじゃがりで、ツチエイラリカと。高いリム料理とナイス。着ぐるみフレール、いつもありがとう。料理はどちらが得意ですか。いやー、わからん。姉めいの料理食べたことないし、そんなにないし、なんか、大学に進学してからさ、お互い一人暮らしやってるから、交わることが、家事するのが交わる時がないんだよね。土サファイありがとう。無所属って何。ああ、そういうことか。ユリナは怖いです。土琥珀ありがとう。姉めも顔小さい。ああ、小さいかも。同じぐらいかな。でもなんかワンちゃん向こうのがちっちゃいかも。なんかね、骨アウェーがちょっと丸いかも。向こうがちょっとシュッてしてるかも。ここがなんかもうちょっとこうが、それお母さんに似てんだけど、ダメはちょっとお父さんになるの。この配信見たら怒られるわ。雪村フレイラありがとう。いつもありがとう。めいちゃんはイエベの秋って感じですか。自分はブルベの冬がタイプ。ねえ、パーソナルカラーでタイプとか言わないでよ、悲しいじゃん。ダメは、イエベ秋に見える。濃いメイクしてるからかな。イエベ春です。ブルベ冬がタイプってなんかあれだね、なんかセクシーな妖艶な人好きそう。ふみふみえらにかと。綺麗な人は好きよね。綺麗好きの別の意味ね。一緒に仕事した時に一番苦労するよ、進め方が。あー、でも B 型の後輩いるんだけど、
すごい振り回される。今日もなんかいきなり電話かかってきて、なんか英語のサイト今見てんだけど、分からんけん翻訳してほしいとか突拍子もなさすぎる。ちょ、こっちのこと考えてよって。コーヒーレフレールありがとう、いつもありがとう。リンクもエールありがとう。整理整頓の秘訣教えてください。俺は掃除ができないタイプですけど。いや、海もそんな。でもさ、一回言ってしまえばなんかすごいやっちゃうとかない？ユリナ怖くないらしいよ。ラブメもあんまユリナ怖いイメージないかも。池村もりょげとナイス。アズマックさんエールありがとう。エステールおかえり、お疲れ。今度アニメと一緒に麻婆を作る配信してほしい。ああ、レクチャー配信しようかな。うん、ユリナは優しそうだってさ知ってるよ。なんか仰天がさ、いつもなんかジュース負けて服汚したみたいなさツイートするじゃん。あれにさ、すごいみんなさ優しいコメントばっかりしてるからさ、なんだこの界隈って、平和すぎんって思ってる。いつもアニメの方がイケイケっぽい。それはそうかもそれはそうかも。うん、なんかそうだね、アニメの方がイケイケですね。うん、最強説無料ギフトありがとう。傘フレールいつもありがとう。と見えられる、ずっと前少しだけアニメ見たけど、アブメの方がこのありがとう。何、ずっと前少しだけって、配信でゼクさんエールありがとう。骨格ウェーブとかまだなってあ、一応ね、あれなんだ、順番に習ってるんだね。どういう順番なんだろう。骨格はまだ習ってないってこと。パーソナルカラーは習ったけど、じゃあアブメが教えてあげよっか。骨格、竹猫フレイルありがとう。いつもありがとう。未だに引っ越しの段ボールそのままです。いや、わかるよ、わかる。ちょっとそれはめっちゃわかる、わかるけど、いや、わかるわいや、几帳面って言うのかな。じゃあ危ない。あ、竹猫いつもありがとうね。家辺の春が、あー、家辺の春が一番、イエーイそれ危ないが一番好きだけんってことでしょ。掃除中に飽きて酒飲んで寝てしまうタイプやけどどんなタイプ、聞いたこともないんだけど。意志が弱いけん、いや、もうお酒飲む時間にしなかったらいいんだよ。なんか休日の朝とか。アブメイから英語教わると高くつきますいや、お金取ってないけどね。いや、自分でやりなよって言った。だって留学のためのサイト、留学のアプラインのためのサイト、それは英語に決まってるからさ語学留学したいんだったらね、やりなよって思って。 Google 先生の存在知らんのかな。韓国ミューディーは、おー、すげえ、さすが韓国ミューディー、頭いい人はそうだもんね。かっちゃん STR いるし、ありがとう。よく知ってますよ。何々界隈は殺伐とします。何界隈。ヤミさんエールありがとう。イマチさんおかえり、エールし、ありがとう。教える、じゃあ骨格。マサヤ、ソルエール、コーヒレ無料ギフトありがとう。マリカーはね、アブメのが強い、絶対。多分やったことないんじゃないかな。じゃがりでクロスエールありがとう。イエブハルってことは、あ、かっちゃんじゃんカップル成立してんだけど、この枠で。まあ A は真面目よ、 B は興味ないと動けない。あー、確かに、なんだかんだ何でも真面目にやっちゃうかも。え、なんていうの、全くやらないことはないかも。いい成績はちゃんと取ろうとするかも。そう、取ろうとするかも。ネムさんこんばんは。休日の朝からいつも酒飲んでるけど、そもそも確かに生活習慣があかんですね。それは掃除片付け苦手やから、家政婦さん欲しい。そりゃね、アブミだってさ、家政婦さん欲しいけどさ、そんなんなんかね、すっごいお金に余裕がないとできなさそうじゃない。迎えたく、もっと見たい、ありがとう、ナイス。高入り、カズ、リンクのないパチドラジ、ふみふみ、ありがとう。骨格っていうのをね、じゃあ今から説明しますね。コーヒーワイハット、ネブさん、ありがとう。迎えたく、どうか行くんかーい。参加せんの今日。トマトロさん、おかえり、ありがとう。かわいい、ありがとう。ガーシーにやって、いや、そんなタイプではないよ。どっちかっていうと、なんか海、いや、海、なんだろうな。いや、なんだろうな、なんていう、
なんていうのこれ、なんか意識高い子が周りにいっぱいいる。で古着とか結構好きかな。たまに海とかでなんかイエーイみたいなしてる。伝わるかなこれ。海でイエーイ。でもそんななんかあの小麦色肌とかじゃない。でもアネメ絶対興味ないと思う。ゲーム、トミゼクさん、ハモンドいる、ありがとう。アネメって勉強ないし全然いいよ。今ちょうどめっちゃ勉強してるから。リンクムフレール、いつもありがとう。ハモンドいる、ありがとう。大学デビュー的な、いやなんかね大学デビューではないかな。そんなにインスタの更新度とかは高いわけじゃないタイプ。いやもうこんなこと言っても分からんよね。アメイも分からん。いやなんかでもウェーイって感じではないかも。ハモンの無料ギフトありがとう。ちょっと矛盾してるね。なんかめっちゃお酒飲んでウェーイとかじゃなくてってこと。なんかわーなんて言ったらいいの、意識高い。なんかなんとかの会社のプレスリリースだっけ、プレリリースのなんか会に行ってきましたみたいな感じのイメージ。アメメはアニメやテレビより人生ゲームを、ああそうなのかも確かに。アメメもどっちかというとそうだけど。リンクも無料してありがとう。いやちょっと待って、いや今アニメについて話したことは全部嘘かも。じゃあアニメの固定概念が強すぎるかも。全然そんなタイプじゃないかも。してやれやれありがとう。でも一つだけ言えるのはなんかすごい資本主義って感じ。またよくわからんこと言ってしまう。どうしよう。めいちゃん最近お酒飲めてる？飲めてないに、飲もうと思えんに。そもそも今地さん、やみさんやれありがとう。かっちゃんあふれる、いつもありがとう。おー本当に飲もうと思えんの。でもレモンサワーだけはね、あのスーパーとかで見て美味しそうって思う。資本主義って感じ。資本主義って感じ。資本主義、市場主義。アネメイとメイはどちらが陽キャですか。陽キャってなんだ。アメメイは陽キャじゃないかも。あんま意識したことない。友達めっちゃ少ない、3人ぐらい。本家も入れ上げてありがとう。そうだね確かに、たまには禁止。めっちゃヘビードランカーみたいになってる。日本人みんな資本主義なんです。いやちょっと ここの話になるとすごい思想になるからあれだけど。ソルフレイラありがとう、いつもありがとう。そう金儲けが全て。そうだね、17はめちゃめちゃ資本主義だと思うけど。確かに確かに。クマ嬉しい、もう一丁ナイツレ嬉しい、もっと見たい。わーなんかワンチャン出たりしないかな、当たりがポロって。カズリンクムタカリナイプチオーヤエール無料人ナイスジャカリレイラありがとう。あ札幌の濃いめのレモンサワー飲んでみたいかも。俺友達絶対嘘っておるじゃんってか。うわー今めっちゃすごい嘘つきました。タカユリが界隈に入ってるくせに資本がない、ほら低いな見物。よう言うよ本当に、みんな嘘ついてるわ今日。高入り泣いちゃれもっと見たい、うん、ナイス。クマ嬉しい、泣いちゃれ嬉しい。うわ棚からボタン持ちないかな。鉄リンクもないパチ、おクマさんおかえりなさい、ありがとう。ふみふみふれるいつもありがとう。お金でブイブイ言わせてくるタイプ、あいやそういうタイプじゃないね。でもなんか多分社長とかになりたいタイプだと思う。社長とかになりたいというか起業したいタイプだと思う。クマナイパチーヒーエールありがとう。無所属ってどういう立ち位置なの、なんかオタクの中で。すごい一匹狼かっけーとかそういうこと。ソルルルブブゴーちゃんマサヤエールありがとう。嘘ではないの。アベはボタモチお好きなタイプですか。待ってボタモチって何か分からん今思ったけど。あーなんだかっちゃんは一匹狼じゃなかった。界隈何股してるわけそれ。おかえりなさいくまさん。
めいちゃんは司法の世界に入ってアヌメンはビジネス、あ、そう、そんな感じ、本当にそう、うん、ね、双子なのにさ、そこできっぱり別れちゃってんだよね、ここに来て。なんかちょっと意外かも、自分で言うのもあれだけど、今まで結構似てるって思ってたからさ、なんか同じ国際系の学部だし、ここに来てね、めっちゃ別れたんだよね。でお互い、僕はビジネスに全然興味ないし、向こうは司法とかに、法学とか全然興味ないやっぱあれなんだよね、環境が人を変えるよね。ブーム両人ありがとう、クロスエールありがとう、いろんなところに顔が効くタイプ、すごい八方美人的な感じ悪口みたいになってる。ジェクさんエールありがとう、あ、おはぎなんだ、ブーム両人ありがとう、なるほどね、見たことないかも。トミフレール、いつもありがとう、ハモンダエールありがとう。そう、司法試験で今ね、予備校を選んでるんだけどね、アベメイの優柔不断がまた出てしまってる、やばい。まあ、本当にさ、なんかに、なんていうの、お得なものを選びたい精神が強すぎてさ、めっちゃなんか迷っちゃうんだよね、予備校一番コスパいいとこがいいみたいな思って。こないだキョカタムの配信にもいたし、え、やば、幅広すぎ。ブブ無料人、ヒー、一緒に遊ぼう、ありがとう。おにぎりにあんこって言うと、まあ確かにめっちゃまずそうなんだけど、それやめちゃった、エラありがとう。今現在めいちゃんの方がビジネスやから、いやでもあぶめビジネスというビジネスしてないじゃん、なんかそんなに、あんま企画とかもしてないしさ、わかんない、向こうの方がしてると思う、ビジネス してる度合いは。表現を間違えたかもしれませんねあ、八方美人ってそういう意味じゃないよ、二人で起業すればいいじゃん。ああ確かに、向こうが成功すればさ、アベメイ法務担当になる会社の法律についてやっておきようか。甘いおにぎりね、甘いおにぎりもなんか嫌だな。私はお得ですよ、0円だから。いや裁判官には なれないかな。長いスパンでのコスパ見た方がいいよ。え、そう、なんかしかもさ、あれ天の弱の人間でさ、なんかアガルートとか伊藤塾とかすごいなんか人気って言われてる、シェア率が高いって言われてるから、みんなそれ選ぶと思うんだけど、あれはね、なんかそうやって脳死で選びたくないみたいな脳死でみんながこれ作ってるからこれやろうとか、なんかやりたくない精神が強すぎて超めんどくさい女状態になってる。予備校選びで1年経過、いや本当に、いやだからね、期限決めてる、来週までには絶対決めようと思って。今地さん、いやみさん、ありがとう。ドラジェフレール、いつもありがとう。俺が目つむって指さして決めそれ責任で、土に責任いっけど大丈夫、エールありがとう。有料物件ですおいやエールありがとう。ヤクザの世界。Anyway, let's try. 確かに。確かにって思うんだけど、なかなか踏み出せないところがある。ビジネスでお金稼ぎしてた税務署から目つけ合えるけん、納税漏らしないぜと。青白文字ってそれで逮捕されたの。ヤミさんも天の弱、めっちゃ意外なんだけど。なんかさ、優しい雰囲気がある人ってさ、全然天の弱なイメージないかも。すごい素直そうなイメージ。ブルーエックスエールありがとう。トムさんこんばんは、あ、間違った、トムこんばんは、エールありがとう。ソルサファイありがとう。そう、人と同じ道進みたくないタイプなんだよね、めっちゃ。いや、まあどっちの時もある、同じ道進みたい時もあるし、そうじゃない時もある。だから超めんどくさい。クマさんネブエールありがとう。まあ確かにね、モチベにつながるならいいよね。一切の責任を負います。え、どうしよう、ツッチーが指さしたのがさ、アムメイが一番行きたくないとか、もうツッチーってなるかもしれない。マサヤエラありがとう。天の弱の権化ですね、読めるよそれぐらい。確かにかっちゃんは天の弱そう。双子で経営してる不動産会社あるわけでしょ。え、
それが売りみたいな感じなのかな。あぶめ万引きするの目撃してもらう見逃してしまうか待って万引きなんかせんけん、ちょ安心して。あぶめはあの罪の意識がすごいから罪の意識がでかいタイプ。クロスエレありがとう。これにしたらって言われても納得いかないとみんな選んでても嫌ってな、めっちゃわかるかもそれ。みんながさ、これがいいと思う、これがいいと思うって言っても自分がね、自分の中でいろいろリストアップして納得できないとあるよね。めっちゃわかるそれ。そうだよ本当に。もういつもね、アブメイが犯罪する前提で話してくるけん、クマが。ジャクさんエールありがとう。ハモンの宝石ナイス。STR エールありがとう。一生選ばれ確かに死ぬ間際までっていうかも、土があそこを選んだせいでみたいな。ハモンの無料ヒットありがとう。ジャガリでエールありがとう。恐喝したことやめてよ本当に。こういうのがさ、なんか後に残ってるアブメイさん、叩かれるかもしれないじゃん。そもそも人に聞くのが苦手。あーマジ、人の意見はすぐ聞いちゃうかも、これどう思うみたいな聞くけど結局納得せんとっていうね、超絶めんどくさい。自分でも分かってる。一旦はその人の前ではああ確かにありがとうって言うんだけど、結局選ばないみたいなこと多い。商品買って外棚に戻してお店に貢献それはちょっと言い過ぎじゃない、なんか頭おかしいよそれそれちょっと頭おかしいよ。天の塾万歳万歳。でもね、人前でそれやってしまったら超天の塾じゃんって言われちゃうから。ソロ応援ハートありがとう盛りすぎなんだけど、そうめいちゃん答え決まっとるけど、なんかいろんな人の意見を頭に入れときたいみたいな、せなんかね、心持ちもあるからさいや逆を言えば一生めいちゃんの意識の中にいるってそれはポジティブすぎる。恨みでもいいかってこと。アザマックさん、ヤミさん、フレイルありがとう。いつもありがとう。それは天使じゃなくて、そうですね、天使じゃなくて変態ですね。人に聞いても結局悩むから聞けないや。あー確かにそうかも。そうだよね確かに。あでもそれが自明な時は聞かないかも。でもなんかちょっと話したい時とかあるじゃん、なんかこれ迷っとってさみたいなでもなんか提案されると心の中ではいやでもなんか違うなって、胃の中の蛙にはならないようにします。じゃあ土入れ方、褒め方間違えてます。あ変態になっちゃった。商品戻すのは棚卸し的に面倒なんだからマイナスなことしかないんだけど。マサヤ無料人ないです。でも自分の意思は曲げないのが正解ですね。まあ確かに、わかん、でもさ、なんか大人数とグループワークとか曲げないといけない時もあるじゃん。やっぱ多数決とか主流だからさ、なんかどれだけ自分が説明してもやっぱ賛成できないなっていう時もあるからさ、そういう時は折れなきゃじゃない。人と同じとか違うとか関係なく一番ベストな方法。そうだね確かに、そういうね要因いらないよね、そもそも全部自分で決めなきゃいけないのはね分かってるんだけどね。ちょっとなんかうわこれみんな選んでんのかみたいな思う時はある。香港今地さんやらありがとう。まさや無料ゲットナイス。やみさん嬉しいありがとう。答え決まってるけど意見聞くって女子のって違う、でもそんななんかあれだよこっちの服とこっちの服どっちがいいみたいな、よくあるやつはそんなことはやんないよ。それは自分で決めるか、あれでしょ、こっちの服とこっちの服どっちがいいって、こっちかな、こっちじゃない、こっちにしようみたいなやつでしょ。それはせんかもさすがに。うちのお母さんなんでそういうタイプなんだけど。ハモナイラありがとう。リンクムカズナイパチクマナイパチゴッチャーの両人ありがとう。相談相手じゃあ聞くなよってそうでそれも分かってるけん言葉には出さんのんだけど、でも多分顔に出てるけんさ、いやなんで聞いてきたんかいみたいな思われてそう。やめちゃっぷフレイラありがとう。いつもありがとう。鉄泣いちゃれもう一丁泣いちゃれもっと見たいもっと見たい泣いちゃれもっと見たい嬉しいもう一丁
あわよくばって思ってたけど出なかった。ごっちゃん無料人ナイス。インクム高いでいくもない。そうこっそり当たらんかな。えでもそういうさなんかなんかそういう横着した考え持っとったら当たりにくいかな。もうちょっとなんか綺麗な心やった方がいい。カズナイパチクマナイチャレン惜しい。カズ高いりリンクもナイパチ高いりナイチャレナイチャレ出ないんだけど。クマさんマサヤエルソロブリオギタリット。わかる。今日お城に行って家帰って体重測ったら2キロ弱食べたってこと。すごグループワークの悪い部分ですね。みんな正解でいいのに。あ確かに。でもなんか決めなきゃ、どれか一つに決めなきゃいけない時はさ、そういう時あるよね。クロスフレイルありがとう、いつもありがとう。トミも同じってこと。顔に出てしまっとるかもしれん。だからでも目は出るタイプだって自分で思ってる。食べたチョコを食いすぎて20分から歩いてから。あでも偉い、なんか歩いてんの偉くない。ソル無料人ないです。ゼクさんフレイルいつもありがとう。仕事では人の意見を取り入れるようにはしてる。その人が動きやすい方向を決めてあげるのが一番だから。 あ確かにそれは大いに賛成。素晴らしい。とアブメも人の意見よく取り入れるようにしてる。それでもさやっぱ自分の意見とかもあるじゃん。そこのさ折り合いがさめっちゃ難しいなって思う時はあった。グループワークとか心も声もおでこも気にありがとう。他に綺麗なとこあるじゃん。てか昨日さ刺されたここ蚊に刺されてめっちゃ痒いんだけど。もうやだ痒すぎる。ここも刺されてここも刺されてここも刺されて。あマリカの時間になっちゃった。 SJSTR エールありがとう。おっちゃんエールありがとう。高いよね地味に真面目なとこがあるって。何書いてあげるって。自分で書く。あんま書いちゃダメだと思うけど。もうやだ。なんかアブメイさんめっちゃ蚊に刺されやすいタイプなんだけど。3箇所刺されたこの腕だけで。ブブエールありがとうね。蚊が増える時期です。最悪です。インスタに食べたじゃん。いいよ。一昨日15箇所やば。えそれは最悪。え、絆創膏貼ったらいいの？治るのそれ。あ、ダイナリさんおかえり、お待たせ。うん、アベメの血が美味しいらしいわ。蚊になりたい。は、ダイナリさんシェアありがとう。バッテン作ると、あ、ね、言うよね。アベメもね、よく作るよ。けどね、なんか一時期ニュースに出てたやん。意味ないみたいな。意味ないらしいよ、高い。今ちさん、ヒーエルありがとう。アースノーマット。アースノーマット。蚊よけのやつ。うん、アベメごちそうらしい、蚊にとって。本当にいい迷惑。綺麗な血しか吸わないみたい。え、マジ？アベメは綺麗な血ってことか。空気に触れるかららしい。あ？だから絆創膏やってたらいいっていうことか。かっちゃんの血の方が美味しいみたいになってる。え、やだ。袖超えるにはアブメ16箇所刺されなきゃいけない。ツッチーフレイルありがとう。いつもありがとう。美味しく。もう腹立つ本当に。やだ。なんかめっちゃ悔しくない？蚊に刺されると無償で血を提供してしまった。かゆい時には無比。あ、持っとったっけな。ツッチーフレイルありがとう。いつもありがとう。意味ないの知ってんのかーい。さっきバツつけたけどちょっとかゆい。え、周期して治りが遅くなる。最悪なんだけど。吸わないでください。クマもっと見たい。嬉しい。ナイチャレナイス。高いでカズリンクもないパチオーヤエルありがとう。蚊が来ないスプレーは結構効く。え、あの体にかけるってこと。クマさんエルありがとう。
ドラキュラになりたい。変わった将来の夢がある。ハモンのフレール、いつまでか山に入ってもあまり蚊に刺されない人はドロドロしたちらし。あ、そうなんだ。じゃあよかった。アメメ今21歳だけど21年間ずっと蚊に刺されやすいってことはずっと綺麗な血だったのか今まで。やった。中見川さん、まさやエール、ありがとうね。鉄詳しい、日々勉強してるわ。蚊は二酸化炭素によってくるとか。え、呼吸したらダメ。オラの血液アルコール含有率高いけん蚊にとっても疲れる。いつもえ、アルコール入ってたら蚊刺されやすいの。クマフレール、いつもありがとう。ジュンスタイルさん、ありがとう。あ、確かにアメメも玉ねぎ食べてる。あ、そっか、明日から山。気をつけて、蚊に刺されん。そんな無理か。ジュンさん、まさやめだげた、ありがとう。前向きに。血液も髪もさらさ、まあ、かろうじてみたいな感じかな。腕に刺されたときに力入れると、あ、知っとる知っとる、この前知った。やべえ、できるかなそれ。え、待って、でもその前にさ、ずっとここに蚊がおるのを見るっていうのがきついかも。行ってるそばから刺されました。え、どこにいるの今、山の中みたいな。ごじょろ視聴中ありがとう。ドライアイス、あ、二酸化炭素、汗かきやすい動物も蚊に好かれるっぽいで。あ、そうなんだ。汗、あー、汗かいてたかな。 SJ エラリカと送った。あ、食べたやつ。山だからクマさんにも。あ、そうだね、クマに気をつけて。クマに気をつけて、変態かもしれん。ネブさんエラリカと、蚊は地球上で一番人を殺して、あー、病気媒介するから。SJ 無料人、ありがとう。酒飲んだ後蚊に刺されやすくなる。あ、そうなんだ。え、じゃあバーベキューとかやばくない、外でやる。え、わかる、ここ、こうやってやったらさ、ちょっと出てくるでしょ、ここ、ここ、ここ。いや、めっちゃ気持ち悪いんだけど、なんか蚊が同じ部屋によるとなんか蚊帳、え、めっちゃわかる。え、そうね、昨日さ、寝てる時にさ、プーンって言ってたの。それで寝れんかったね、昨日。それで3箇所刺されとった。クマさんなんか凶暴なので。富盛り上げてありがとう。あー、ガーディアンありがとう。クマ？ありがとう。カモお酒好きなの。クマありがとう、ガーディアン。デング熱、体温高い。はあ、体温高いかも。あー、黒い服ね。ひ、今地さんやる、ありがとう。あ、上インスタ持ってるよ。ルフィより金冠派。あ、そっか、2種類あるのか。おでことか皮膚の薄いとかされるとめっちゃかゆい。あ、わかる。上もおでこを刺されたことある。イエベ好きなのか。え、どういうこと。アメメがイエベだから。めっちゃ苦手なやつ、ブーンって。ブヨブヨっぽい、なんかぷくって白くね、白くよく見るやつでも浮き上がる。え、種類違うかも。でもこっちはね、めっちゃ赤いんだよね。この辺赤くて、これ白いんだよね。なんで耳元わざわざ通過してくるんかな。絶対煽ってるよね、うちらのこと。どうせ捕まえれんだろうって言って。2個しかない。え、大丈夫だった、それ。俊介おかえり、ありがとう、おかえり。緊張力合うか、じゃあ。あー、イエベ春が共通点だから。おや、エール、ありがとう。香港エール、ナイス。待って、クマ増えたんだけど。なんかクマ弟子さんがいる。クマさんが増えました。またアースノーマットでもなんか蚊のイメージある、確かに。クマさん嬉しい。あ、違う、
熊ですさん、なんて言えばいいの。熊ですさん嬉しい、ありがとう。冬にさえ次1ヶ月かゆいの治らんかった。でも雨は昼間かゆくなかったよ。これ朝刺されたの気づいて、なんなら夜中に。でも今日一日中かゆくなかったってことは冬じゃない。リンクムーン、カズナイパチ、アウェイもイエベスプリング、え、もってどういうこと。テツナイパチ、あ、じゃあブトじゃないわ。あ、そう、島でなんかブトって言うんだよね。ブヨじゃなくて。エビアダさん、クマさん会える、ありがとう。クマさん渋滞中。え、さらないで、さらないで。マサヤフレイル、ありがとう、いつもありがとう。顔見かけたらジョブで捕まえるか、いつも上手。え、これでいけるかって。え、これ潰れるかな。大型だからなんか蚊にめっちゃ刺される。大型じゃない友達全然刺されなかった。やっぱあれなんじゃない、血液型じゃないんじゃない。なんかそうやって体温高いとか血が綺麗とかそういう要因が重なってたら刺されやすいんじゃないのかな。高エリナイパチ、緊張を散歩したら火災落ちてたガス系を起きました。やだそれ、ちょっとそれめっちゃパニックになるかも。アメメ怒られるじゃん絶対。え、すいません、あの緊張る巻いちゃってって。そらないでください。中見川さん、ごっちゃん、フレイラ、ありがとう、いつもありがとう。あやつもイエベの、あやつさんってイエベなの。めっちゃブルベっぽいんですけど。嘘、あやつさん、あ、でも確かに春かも。確かに春かも、今思えば。うん、確かに。アースノーマットはずっとつきっぱなしでいいから。え、それ匂いとかしない。さんちゃんや、じゅんさいさん、嬉しい、ナイチャル、ありがとう。うん、なんかチラって出たりしないかな。カズ、クマ、リンクの、ケツ、タカリナイパチ、ナンナおかえり、ありがとう。顔の系と似てる、似合う服とか。あー、でも確かに。え、でもあやつさんの方が背高いよね、確か。そんなイメージがある。あと顔がすごい華やかだと思う、あやつさんの方が。どう、なんかアベメの方がもっとちょっとシュッとしてる。イエベってなーに。イエベがイエローベース。イエローベースの人は、なんだろう、え、なんていうの、イエローベースの人ってどういう色が似合うっていうんだろう。なんかパステルカラーとか結構ブルベの人かも。原色とかパステルカラーとかがブルベのイメージある。イエベがちょっと黄みがかかった色とかが似合うかも。今のは匂いしないんだ。エビアナさん、無料人で、俺ブルベな気が、あー、そうかも。目の色素がね、薄い人とかはね、結構ブルベなことが多い。サマーじゃないかな。いえ、アベメえですの。いや、違う。それちょっと無理やりすぎ。絶対違うと思うんだけど。ネブさん、エイラ、ありがとう。SJ、エイラ、ありがとう。中身川さん、エビアーさん、無理やり、ありがとう。僕はブルベ。で、今話聞いとった、違うって。かなちゃん、帰れる、シャーリカとね。あやつさん背高いですよね。今ちさん、増える、ありがとう、いつもありがとう。あやつさんって骨格なんなんだろう。ストレートとかナチュラルか。え、あやつさん骨格について言ってました。ありがとう、今ちさん。体毛も腹も黒いんですが、あ、いいと思います。クマだからさ、しょうがないと思う。クマ骨格、クマ、クマベース、イエローベース、あ、家出なんて。え、家出が家出の略だって。 Y 家出の、あ、同じじゃん。どうやって調べたの。なんなん、無料人ナイス、リンクム、嬉しい、ナイチャル、ありがとう、ナイス。なんなん、無料人ナイス、ヒーエル、ありがとう。カズ、鉄の一発、なんなん、無料人ナイス、ヤミさんの一発、高いないパチ。パーソナルカラー診断ってやったら出てくるかな。パーソナルカラー診断、ヘアスプレー、うわー覚えてないです。
や、もしかして言ってなかったかな。骨格は、まあ、簡単に言うと3つあるんだけど、骨格ストレート、ナチュラル、ウェーブっていうのがあるんだけど、クマベツユクマベツユは何なの。そう、骨格とかね、カラーとかある時代なんだよね。なんかまあ影響されること、なんていうの、それに影響される必要はないと思うけど、自分の魅力を最大限に引き出すことができるらしい。で、ストレート、ウェーブ、ナチュラルっていう3タイプがあるんだけど、ストレートが上重心の人、胸板とかが結構厚めで、元から厚めで、首がちょっと短めで、腰の位置が高い人がストレート。わかりましたか？横から見たらちょっと分厚い、人より分厚いなって思う人は高確率でストレートです。パーソナル、パーソナル、日本語で OK。 パーソナルカラー診断、本当にそういう名前なの。どれが一番いいとかはね、全然ない。それぞれに良さがある。で、それぞれの良さを引き出すために、なんかそれに合った服とかがあるの。まあ、でストレートがそういう感じで、ウェーブが下重心のタイプ。骨の色じゃん。ウェーブが下重心、腰の位置が低くて、で肩周りが結構華奢、あと肩幅が狭い人が多いで、首がちょっと長めの人が多いかな。うん、二宮くんとか、ジャニーズ、嵐のがウェーブって言われてたかな、確か。そうだった気がする。みんなわかるかな、全身見たことないか。短足、いや足の長さね、あんま関係ない、腰の位置の話かな。だけなんか胴体がちょっと長めかなって思う、パッと見思う人はウェーブのことが多いかも。そう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 、自分に似合うメイクだったり服の色だったり形だったりを見つけるために有効なんです。素晴らしい、ようやくです。骨格とね、色はね、ま、全く別の診断なんだけど、アヒーウェーブなんだ。で最後ナチュラルが、アブエナチュラルなんだけど、結構肩幅が広い人が多いで、骨感が結構あるかも。手とかもちょっとゴツゴツしてる印象がある人。全体で見てなんかそう、四角いなみたいな印象がある人はナチュラル。うわ、ナチュラルの男の人とか誰だったっけな、誰だっけな、全く分からん。ナチュラルっぽい、まあナチュラルに可愛いんでとか言っちゃって、冷蔵庫、いや分からん、なんか分からん。ジオン倍の例にまで取り付かれてるじゃん。お母ちゃん明日どうなるか楽しみだ。じゃあスプレーとガリガリ君を買ってけ、いってらっしゃい。か、かよけに、四角い体型が日本人体型が何聞いとった、今まで。中身がさん、ありがとう。ナチュラル寄りのウェーブとか、あ、そう、このね、3診断の他に7診断とかもあって、全然俺なんか自分めっちゃウェーブ要素もあるしナチュラル要素もあるなって人は、その7診断とかあったらぴったりなやつを見つけれるって人がいるらしいよ。ウェーブ詳しくない？詳しくない？友達がね、めっちゃ詳しくて、なんか気づいたらめっちゃ知識つけてた。知り合いに冷蔵庫みたいな体型ないって。あー、そういう人はね、ナチュラルかも。ナチュラルはあの手足とかも長いかも。骨格ナチュラルの人が手足長くて、ちょっとここの幅が広いかも、うん、ここの幅とか広いかも。楽しみだって言われてた。みゆちゃんはウェーブって言ってた。あ、でもね、下は、あ、でも沖縄行った時なんかちょっと似てたんだよ。え、ワンチャンナチュラルかもねみたいな話してた。なんなん、えらりがとう、数ない街。確かに、待ち、待って、もうマリカーする時間がなくなっちゃった。クマのせいだよ、説明に困ってんの。ナチュラルのツイート言ったらコーディネーター、え、なになに、あ、ナチュラルコーディネーター、めっちゃ詳しい。調べてないけど天の弱なので、どれも。あー、そこに関しては天の弱なのか。でもさ、俺なんか自分これに近いなみたいな見つけて、
でこれが似合うって書かれとって、それ着てみた時に、えっちょっと待って、やばちょっと待って、ちょっと待って、えっダメ、あやばすぎなんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、まあ、ちょっと待って、一回骨格となんかパーソナルカラー診断置いとこう今大事件起きてるから、 SJL ありがとう、えちょっと待って、ねえやばくないクマすごいんだけど、なんかさワンチャンポロって出たりしないからって言ってたら本当に出てきたんだけど、全然なんかさガチでバーってやってなかったのに、お得すぎー、カズナイプチ大事件だって、これめっちゃ出にくいって言われてるやつなのに当たりが出たの今、ブーブー無料ヒットありがとう、なんかダメってやつが出てきた、ありがとうカズンチャレンジしてくれて、えこんなになんか意外とあっさり出てきた、確かに忘れた頃に来た、やっぱさ欲なくすべきなんだね本当に、結構いろんなイベント出て学んだ、なんか全然欲がない時とうとう来たね、やったー、やば、5000回ハマりよ、え平均で5000回ということでハマっちゃうってこと、バッジ獲得通常バージョン確か、あと一つ、そうあと一つで特別バージョンがもらえる、すごい、違うよ個人的に欲があったとしても、なんかこの枠全体で、ね、あんまそれを話にあげてなかったらポロって出てくる、1万5000回出てへんかった、やばすぎじゃない、それさ絶対日曜だからな気がするカツアゲじゃないか、ほんとやめてよ、今5000回話したんでそれをすごすぎじゃない、クマすご、豪華版、そう高入り、もっと見たい、もっと見たいニコもありがとう、カズリンクムクマヤミさんナイパチエステアレイルリカとブーブーアメジストです、やばい、一日に一つしか出ないけどちょっと怖くない、逆に怖くなってきた、明日めっちゃ悪いこと起きそう、明日年金事務所に行くんだけどちょ悪いこと起きそうなんだけど、やばい、クマさんやっぱりランダムギフト無欲が大事なんですね、スイスイの代わりにイベントギフト投げようと思ったら、すごいわ、やっぱそういう心持ちがね必要なんだね、杉丸さんこんにちは、お帰りかな、ポーク失礼します、おはようございます、うわめっちゃキランキラン杉丸さん確かに当てて怖いって言うなんてひどいライバーですね、杉丸さんエールありがとうございます、クマナイチャレナイチャレナイチャレ参加もありがとう、ナイスリンクムカズナイプチ、待ってこれで2回目出したらもうやばいよ、天と地リアルにひっくり返ると思うそんなレベルじゃない、かっちゃんナイチャレナナエールありがとうカズナイプチ、え待ってすごくない、リンクムナイプチでもこんなに出ないなら30万ポイントぐらいつけてほしい。ね、確かに。何ポイントなんだっけ？まあでも上にバッチ狙いだからまあポイント数はあんま関係ないんだけど。え、かっちゃん当たってるから。いや、当たってないかも。当てたら当てたで。え、そう、当てたら当てたでね。アウェイの反応どんな反応でも可愛いんでドン引きはしてない、いやでもさなんかすごいやったーランダムライン乗ってる、ちょっと待ってスクショしようと、めっちゃ嬉しいんだけど、やばーい、クマありがとう、イエーイあーもうね、取れんと思っとった、すいまるさんお帰りなさい、取れんと思っとったけんめっちゃ嬉しい、なんか渋すぎて、え、それ明日悪いこと起きませんよね、
クマに悪いこと起きたらどうしよう。クマに起きちゃうかも悪いこと。今からスクショします。何ベイビー、おねだり上手、なんだっけ、おねだりボックスだ。おお、クマとアブメイのツーショットだよ、ほら。最高じゃん。いいことは続く、めっちゃポジティブな言葉、よかった。明日車で壊す、気をつけて気をつけて。確かにクマ車に引かれはせんのんかな、跳ね返す、ボンボン。この調子で宝くじ買うと当たるかも。え、アブメイがクマが引いた方がいい。いや、アブメイ宝くじにお金出せるタイプじゃないんだよな。やってみたい気持ちはあるけど。いい流れは続く、いい言葉。ちょ、全然反射して見えない。わあ、マリカナできなかったんだけど。だって、ま、残り30分って短すぎ。どう？いい流れは続く。シュースケエル、ありがとう。アルメイトツーショット、昔は何十万ある。いや、そんなことは、そんなことはないでしょ。さすがに何十万もかかってない。ぼったくりみたいじゃん、アブメイが。マリカンの時間30分とかになっちゃったんだ。びっくりした、嘆きすぎたんだけど。バイバリーありがとう、びっくりした今。オーヤエルありがとう。カズ、インカムナイパッチ。花冠ありがとう。カズナイパッチ。ウサギがなくなっちゃうんだよね。リンクもないたち。ちょっと待って、どうやってやるんだっけ。インターネットで、で起きてたくより、マリカーの音で起きた。マリカーはそんなにうまくはなってないですね。そんなにできてなくて、大会開こうかな。あ、待って、いや、一人マリ俺たちも参加する。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。あ、これだ。え、待って、あのさ、え、叫びながらやってるの見られてた、恥ずかしい。今ね、大会のね、開催日時いじってる。今何日？6月の何日だっけ？12か。12だ。13だ、間違えた。1日遅く生きてた、みんなより。よし、これでいいかな。さ、9時半からの始めのやつにしますね。レース数が8レースぐらいするか。オッケー、できました。え、嘘、なんで、え、本当に13日なんだ、選び方、この画面で発表せんようにする。え、本当に13、あれ9時、あ、間違えてた、間違えた、ちょっと待って、できました。で、番号をギャングに書きますね。本当に13日おった。みんなのこと疑ってしまってすいません。
アーミー大会です。アーミー大会の番号を今からギャングに載せるので、参加したい人はギャング見て。オッケー、これを送りました。あ、間違えた、今送ります。オッケー、これでねえねえ、せーので参加するボタンを押す。909点のこと。ネブさん、ヒー、フレイラ、ありがとう。いつもありがとう。見守ってて、クマさん。見守りたい人って。クマさん、フレイル、いつもありがとう。ゴジョル、エール、ありがとう。9点使っとる使っとる。目代わりの時が主かな、でも。観覧車で。みんな、アーミーの参加予定の方たちは番号を入力できたら教えてください。ユリナーカップ計画宣言ちょっと行ってがかわいそうな気がする。確かに行ってん、え、行ってんさ、あれマリオカートの操作方法絶対分かってないよ。教えてあげようかな。両点絶対分かってない、あれ。え、参加した？オッケー。じゃあ反転します、カメラ。入れた、了解です。アムアイはパタテンテンと紙飛行機で。お、来た。地味に似てる。あ、カズマ来た。地味に似てる二人と。え、高よりは？高より寝てるでしょ、絶対。高より絶対寝てるよ。早く。早く来て、高より。高より、起きて。あ、始まっちゃうよ。高よりもう始まってるよ。ギャングの番号見といて。四角い。これでね、鬼少ないんだけど、人数ほぼコンピューターで。 STR フレイル、いつもありがとう。大山フレイル、ありがとう。いや、確かにコンピューターには負けたくないね。うわー、久しぶりこの感覚。おー、イン攻めすぎたね今。数めっちゃ早い。あ、でも今んとこいい感じかもしれん。え、うまいね。コインちゃんと取りながら。うわー、負けられない戦いなんだけど、これプライドが。うわ、うまい。バナナするとこだった。じゃあこれはあんまりいらないアイテムですね。いらないアイテムですね。ミスった。そろそろトゲ切そうと思ったらトゲ切ってる。これはもう受けて立つしかない、受けて立つしかない、受けて立つしかない。いやー、お、軽減きたー。今のはラッキーです。赤コーラの軽減ができたので、ここでサンダー。やばいかも、後ろから数が迫ってきてる、目に見えて。あー、やめてー、やめてー、落ちる、やばい、雲だ。
ここが大事。やばいかもこれ。トゲ来てるトゲ来てるトゲ来てる。トゲ来てる。危ない危ない危ない。めっちゃギリギリなんだけど。危ない。まさかの。よかった。お、キツネおかえり。やっほー。エールありがとう。僕。シェアもありがとう。あ、来たよ。高いで来たわ。クマさんのアイパチ。え、早いっしょ。やった。目まだ。めっちゃ強い。ありがとう。超気使わせてしまったんだけど。キツネ、僕返し。4曲ありがとう。ありがとう。めいちゃん1位です。ただいま。待って、いやうちら結構互角じゃない？クマとカズと意外と接戦。そう居眠りしないで1位目指してよ。絶対レースじゃないから。だって最後見とったでしょ。危ねえ、負けて終わるとこだった。危ねえ危ねえ。これ8レースしかないよ。そういえばもうちょっと12レースとかにしとけばよかったかな。8レースで得点を競うので、めっちゃ早いね。こんなにマリオカート早かったっけ。ちょっと狙われてる。後ろから狙われてるよ。あう、危ない。いや今の上手くない。え、ちょ待って、ちょ待って狙い撃ちが過ぎる。コイン集めが大事。あ、やばい、なんか見えた今。ウィー、待って、なんかめっちゃ上手くなってる気がするんだけど。あー、もうやめてよー。それはそれはなしにしてよ。調子良い、調子良い。あ、でも意外とそんな離れてない。いやー、あー無理だった。やばい、なんかコンピューターに抜かされそう今。やばい。3台、今警告なかったんだけど。コンピューターに負けるとか、ごめん。これはもう勝ちましたね。勝ちましたね。イエーイ、すごい。最後の流れ超絶かっこよくなかった。中身川さん、ニーザ、年収なんなん、え、ありがとう。え、マジで上手くないマジで上手いっしょ。おー、キスでないパチ強いっしょイエーイクマさん、ないパチ弱くない。プロマリカ選手やべえ、そんなおもろいこと言ってる。キツネ、ナイチャレありがとう。ねえ、キツネ当たり出たんだよ。そういえばさっき全然なんかガチチャレンジとかしてなかったけど、ポロって当たりが出てきた。みーちゃん見つけたのに。え、すれ違った。カズ、リンクもないパチ、後ろから見てた、もしかして。いや、数強い。
勉強よりマリカ、え、それがね、意外と全然マリカやってなかったの。なのに実況はちょくちょく見てたけど、やっぱさ、 YouTube の実況とか見るの大事なのかな。見て、あ、でさっきからさ、なんか デイジーだっけ、この人めっちゃ強い。え、パタテンがめっちゃ走りやすいんだけど、改良されてる？え、うおお、いや、めっちゃスレスレだった。超奇跡だった。あい、うまいね。でもちょっと無駄な動きがまだ多い気がする。ここら辺とか膨らみすぎてる。いいんじゃない、こんぐらいイン攻めれたら。ここが膨らみすぎちゃう。ここはすごいうまい。ここがめっちゃ苦手なんだよな。おー、ギリギリ。滑った、危ない。あー、ミスった。これは受けて立とう。やめてください。アイテム前、アイテム後でよかった。いや、あ、ごめん、ちょっと待って、今のは赤コーラ赤消しのためにやったの、ごめんね。カズ、そんなつもりはなかった。焦ってる、焦ってるよ。これ狙われるよね。ダブル取れなかった。あー、やられた。ちょっと待って、コンピューターに負けるのはやめよう。やめて。あ、ちょうどいい、ちょうどいいよ。いやー、マジそれはない。サンダー落とさんかったよかったに、誰か。やめて、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 やっか。ああ、ダメだった。最後ね、最後さ、トゲとサンダーが別々に来てたら勝ち目あったのにな。ガチの実況してしまった。キツネ、なんなん、エラリーがたね、デイジー強い。見かけによらずデイジーが強い。五条でエラリーが、でも、よかった。追いつけなかった。それは、ベメイ安心する。中身がさん、フレイラありがとう。いつもありがとう。あかんかった。落ちまーく。確かに、あれ地味に難しいよね。わかる。次、ネイチャーロード選んだ。あ、雲とかぶった。中身がさん、盛り上げてありがとう。さ、コンピューターのさ、コンピューターの設定、ちょっと強いにしちゃった。あ、ベメイの責任です。コンピューターの設定強いにしちゃってるから。第4レース、折り返し地点に来た、早い。よかった、うまく、うまい、めっちゃ嬉しい。俊介エールありがとう。しょっぱだから絶対クマがやってたでしょ、これコンピューターの仕業じゃない。やり返すぞ。ういー、高より関係、高より関係なかった。そういえば、待って、コンピューターじゃん前。ういー、やっぱ差をつけた方がいいのかな。あー、落ちそう。ジャンピングアクション。
入らなかった、やめて。ちょっと待って、もうみんなの後をつける形にしようかな。間違えたよ。おお、狙われてる狙われてる狙われてる、これは強い。でもクマがちょっと火の玉持ってるから離れましょう。ああダブル取ればよかった。いや、いけるかな。全然いけるわ。いけました、イエイ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 あぶね、落ちた時叫んじゃった。俊介入れてきた、倍返した、イエーイ。でも結構いい勝負で楽しかった。2位がカズ、5位にクマ、8位に高いでした。リンクムクマキツネナイプチやるでしょう。キツネイラ、ありがとう。やばい、上手くなってる、上手くなってるくない？全く練習してないけど、なんでか分からんけど上手くなってる。スランプだったのかな、この前。キツネ無料ゲットありがとう。だってまだ大人じゃないもん。コインかと思った。めっちゃあるある。ちょっとぼーっとしてる時にそれやりがち。クマさんが落ちていくのが愛しめただよ。おもろすぎ、強すぎ、嬉しい、イエーイ。嘘は大きすぎ、マリカやってよ、やってよ。めっちゃ少ないんだけど今、数がめっちゃ数が悩んでる。めっちゃ悩んでた今、イエーイ。7溢れる、ありがとう、いつもありがとう。そうだね、確かになんかリモコン壊れてる。7いつもありがとうね。あ、ごめん、高よりちょっとあれはね、間違えた。クマに当てようと思ったら高よりだった。ちょっと高よりに当てようとしたかもね。ウィーウィー。あ、これアムメミさんめっちゃ苦手なコースなんだよね。うわー、めっちゃ難しい、本当にここ難しいんだよ。うわ、落ちそう。あーあああああ、やばい、負けそうかも、これは。ちょ、頑張ります。やばいかも、やばい。ちょ、あんま離れちゃダメだよ、あんま前と離れちゃダメ。来た、よし来た。お、なんで炭かぶっとる。あー、トゲ来た、気づいんかった。危ない危ない。今あんま不用意にジャンピングアクション入れない方がいい。やばいかも、やばいかも。総力で抜いていこう。早い、数がめっちゃ早い。同じカスタム使ってるから追いつけないのか。あ、やばいかもこれ。
ったんだ。かーやばい、ちょっとこれはごめん、カズ。ごじゅるエールありがとう。なんだ、ウィリオイス、ナイス。中身川さんは、ナイス。ごめん、カズ。ちょっと1位となんと金勝ったに。ごめんよ。発達エールありがとう。ちょっと待って。ひどくないよ、ひどくないでしょ。やってやりました。ゴジョル無料ゲストありがとう。イエーイ。最後にカズが1位だったんだけど、赤コーラ投げちゃってアブメが抜かして、アブメが1位になりました。ちょっと大人げないね。いや、まだ大人じゃないか。落とされまくった。アブメ関与した、それ関与してる。かわいい。ずっと悩んでる。カズが ずっと悩んでる。ちょっと相手して高百合の周りにいればいいってこと。勝負だから OK。 かちょいい。そうですね、確かに。赤コーラプライスワールドさん、いらなさすぎる。そう、都合のいい時だけ子供になっていきます。ねえ、おもろすぎ。ちょっと似てんのがおもろい。キツネエールありがとう。これ第6レースぐらいかな、確か。あと3レース。あ、じゃあと2レース。あと3レースだ。結構やり込んでるのに。まあでもアブメさ、レート今7600とか。失敗した、失敗しました。スタートダッシュ失敗しました。なんかめっちゃ膨らんじゃうんだよね、あそこ。フェアプレイ。頑張ってる。自爆しちゃった。あー、下手くそすぎなんだけど今の。じゃあ当ててみ。あ、やん、全然コインなくなった。うい、ショック。せっかくアイテムゲットしたのに。このゲーム、いや意外と重力あるんだよね。走ってるとちょっと右に寄る感覚がある。いや、そうでもないのかも。そんなことないかも。勘違いか。すごい、なんかあれ、ピーチ。コイン一つも取れんかった。雲が見えた。来た。今めっちゃ最短で曲がれたかも。おお、ラッキー。今キノコがあった。でも赤コーラ持ってるから結構楽勝かも。今のめっちゃ焦った。余裕です、多分。多分大丈夫。いい、やった。あ、ジャッキーさんお帰り。やっほー、僕。ジャッキーさんこんばんは。嬉しい。クマさんがさっきからうまいうまいって言ってくれて。ちょろいちょろい、あぶねえ、嬉しい。クマさんナイパチ、キツネナイパチ。
あがんかった。あ、今何位、何位だった、みんな高い頑張った、イエイ。え、じゃあ任天堂城いいじゃん。あ、みんなみんな任天堂城選んでる。コーナーは、え、最後ちょっと見つけたかも、あのなんか屋根の上通るやつ、最短距離見つけたかも。ソロ帰り、想像以上に強い、イエイイエイ。任天堂来い、あ、土を帰り本当にうまい、やった、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいよ。インベタ倉庫、インベタ倉庫っていう、ま、曲がるとき絶対勝つ、ラブメモ絶対勝つ、うんうんうん。これはラスト2レース、最後から2番目のレース、顔なし配信。そう、本当はね、顔写してもやりたいんだけどね、どうやってやるかわかんない。とりあえず上通るよ。下通りたい。任天堂城めっちゃ苦手かも。あー、やめて。キノピオにやられました。わー、しかも上から行ったらちょっと早い気がするんだよ。あ、降りてきた、数が降りてきた。私ですか、さすがに復活しよう。あー、かわいそう、これはかわいそう、今のはかわいそう。え、じゃあやばいかも。あ、取られた。うんうんうん、上通ってみます。やめてやめてやめて、間違えた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 、やばい、最悪な状況、最悪な状況、どうしよう。うわ、やばいやばいかも、うわ、やばいわ、あ、ってなるよね、やばい、これやばいかも、うわ、やばい、ちょっと待って、数だよね、これは防御に使って、きた、よっしゃー、よかった。クマさん、そうそう、本気出してもコーナーの曲がり方がプロ、一人で当たった。ジャッキーさん、キツネイル、ありがとう。赤カメコールに狙い撃ち、クマさん、狙い撃ち、おめ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 、うんうん、またまた1、手つないパチ、よかった、無敵じゃない無敵、無敵ほどではない。うわ、これ迷うね、お任せにしようか。おー、分かれてる。いやー、ワリオの方が良かったかな、9位くらいの頃が。まあでもね、これ世界対戦じゃないから、世界の人と戦うってやつ選んだらメメはボロボロかもしれない、今今やったらボロボロかも。ゴジョルフレイル、ありがとう、いつもありがとう。パリプロムナード、めちゃ無双いじめてない、ねえやめてよ、接待レースにせんなよ。あ、これ同じじゃん、
クマさんやったことあるの？マリオカート。なんだ、また同じになっちゃった。打開に切り替えという感じ。あ、落ちちゃったかも。ちょっとすごいなんかバカなムーブをしてしまった。クマが前にいる。みんなケツつけたな。トゲを未然に防いでいく。うわー、トゲ落ちは最悪だから。やばい、防御がなくなっちゃった。やばいよ、やばいよ、やられると思った。まあでも打開できて初めて一人前になるから、マリオカートは。じゃあ赤コーラ投げるときは見下がっていく。おっと、いいやん、これめっちゃいい。あー、やばい、マジ取られた、取られたよ、どうしよう。え、しかも3位、どういうこと、どういうこと。うわ、透明になった人いる、クマじゃん。やめて。うわ、やばい、どうしよう、どうしよう、どうしよう。やばいかも、やばい、負けた、負けた。最後の最後で嘘でしょ。あ、やばい、え、クマとカズに負けた。最後のレースで、最後なのにね、リンクのパチパチめっちゃめっちゃ誘惑。あ、 TTT さん、お久しぶり、マリカ、おかえりなさい。壁にぶつかるのとか、やばい、最後下克上されちゃった。やられちゃった。動揺が。最後の最後、アベメは負けてしまいました。ランキングが1位がアベメイ。あ、これ載せた方がいいかな。こんな感じになりました。やべめも名前変えたらいいね。やべめにしようと。カズ、クマ、高い、ありがとうございました。パチ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 、いい戦いだったぜ。最後負けてしまった、悔しい。次はオール1位を目指して。 SJL ありがとう。2人ともいい瞬間、あのクマも高い。いや、ほんとそれ、ヤリコーラやられた。ジャキさん、エールありがとう。クマナイパチ、ヤミさん、リンクムナイパチ。でも最後クマに負けたんだけど、悔しい。カズナイパチ、楽しかった、楽しかったです。わあ、めっちゃ久しぶりにやった、超楽しかった。やっぱマリカは楽しいね。連覇ギリ、キツネキツネ、キツネ、飲酒の居眠りだからちょうどいい。嘘、何、力抜いてたって。カズ、リンクムナイパチ、ソロありがとう。ユリナーカップで鍛えて次回はさ、え、ユリナーカップって出れるもんなの。確かに、いや、終わりね、終わり1位で終わりたかった。まだオール1位取ったことない気がする。あぶね、やられちゃいました。いや、パリプロ、パリプロ得意なのに。
うわこれでタクエリが目の上にいたらすごい。あ、目超落ち込んでたから、全員に負けてしまった。今日最高じゃない。だってさ、当たりも出てさ、マリオカートまで来た。すごく充実した配信、最高。爪が甘かった。あれ何が敗因だったんだろう。分析しよう。カズナイパチ弱い、弱者にしてないよ、してない。ヤミさん嬉しい、ありがとう。うわー、ワンチャン出なかった。あたりがね、クマさんいい日に来てくれて嬉しい。久しぶりに、素敵な日です。カズ、リンクもないパチ、キツネないパチ、鉄も早くやろうよ、パーないパチ。それではこっそり当たらんかな。終わろうと思うんですけど、皆さんなんか忘れ物ないですか。言い忘れたこととか、投げ忘れたものとか投げ忘れたものとかあったらぜひ。あ、待って、ギフトボード読むよ。あ、ありがとうね、カズ。 TDT さんありがとう。ギフトボード読むよ。じゃあ行きます。10位ジュンスタイルさん、久しぶりにありがとうございます。そして9位が下は岩梨、岩梨もありがとう。そして8位がハモンの、ハモンのもいつもありがとうね。そして7位がカズ、カズも今日もありがとう。マリカ参加してくれてありがとう。そして6位がリンク、リンクもいつもありがとうね、今日もありがとう。そして5位がキツネ、キツネもありがとう、お仕事お疲れ様。そして4位がバイオリン、バイオリンもいっぱいありがとうね、かわいいやつ。3位がタカエリ、タカエリもありがとう、マリカもありがとうね。そして2位がテツ、テツもナイチャレンジありがとう、今日もありがとうね。そして1位がクマ、やばすぎ、当たりやばすぎ、めっちゃ嬉しかった。マジで出らんと思っとったけん嬉しい。やっぱこういう奇跡もあるんだね。クマに感謝、ありがとう。あとみんなチャレンジしてくれてありがとう。これでも引き続きチャレンジしていきたい所存ではあります。豪華版のバッジをねが欲しいので今日みたいになんかね、こっそり出ちゃうかもしれないから、ポロって。次は負けねー。あ、メモ、メモ次絶対にオール1位取りたい。リンクムもいっちゃー、ナイチャレ嬉しい、ありがとう。ナイスリンクム、カズ、高入り、鉄の規制ないパチ、フレイルありがとう、キツネいつもありがとう、お鉄盛り上げてないし、ありがとう、キツネ、クマもありがとう、鉄ナイス設定変えといてね。え、コンピューターの設定。鉄、嬉しい、ナイチャレ、ナイチャレ、コンボありがとう。カズナイパチ、キツネナイパチ、リンクムナイパチ。それではおークマ、ナイチャレ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 、やっぱ当たり出したけんかな。ナイス、嬉しい、もっと見たい、もっと見たい、ナイス、嬉しい、もう一丁、すごいすごいよ、コンボが高いで、高いで、嬉しい、ナイチャレ、ナイチャレ、もう一丁、もう一丁、クマナイスやばい、もう一個当たり出そうとしてるよ、これ。1日で2個、パチ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 、みんないい夢見るんだよ。うん、そううまくはいかんらしいね。いや、今日うまくいきすぎてるよ、怖いよ。だってありがとう、ごっちゃん、またね、良い夜をお過ごしください。明日も頑張ろうね、おやすみ、バイバーイ、またね、おやすみ目に焼き付けといて、またね、バイバイ、バイバイ。